この工業都市における最大の娯楽施設まで3、2、1。テレレレ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 。どうも皆さんこんにちは。ということで今日もレゴフォートナイトやっていくんですけど、100日後に帝国を作る男シリーズ、今回第22回目となっております。よろしくお願いいたします。このシリーズはですね、建築学生である僕がレゴフォートナイトで本気を出したら一体どうなってしまうのかというシリーズになっております。こういう動画が好き、続きが気になるという方はですね、好評であればこのシリーズ続いていくので、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。ということなんですけれども、本日やっていくことはですね、前回ねこの自動ドア付きのね巨大要塞をね作ったじゃないですか。でこっちですよ、問題はこの中身だと。内側をね何か作っていきたいと思ったんですけど、まあ皆さん腹が減っては戦ができぬって言いますよね。ということでですね、今回はここに住んでいるね住人たちがお腹いっぱいご飯を食べれるような飲食店街を作っていきたいと思います。さあ頑張るか。前回のね動画いかがだったでしょうか。自動ドアねみんな真似して作れたかな。なかなかね難しかったと思うんだけど、まあうまくねみんなが作れてたらいいなと思っております。ということで、こんなに大量のね素材を集めてまいりましたよと。頑張ったよと。これはもうすごいんだから。これ動画外での作業の方が多いまである。ということで、まあ飲食店街はねどこに作ろうかなというところなんですけども、ここに作っちゃおうかなということで、さてやっていきますか。ちょっと何のね構想もないんだけど、高級レストランっていうよりはフラッと立ち寄って食べれますよみたいな、そういうとこを作っていきたいよねと思っております。ということで、まずは床だよね。この道と別にこの中でもちっちゃい道みたいな作っていきたいな。ということはですよ、ということは店がだいたいこうあったとするよね。店がこうあって、でこっちからも入れるし、こっちからも入れる通路をこういう風に作っていこう。間通り抜けれるタイプのね通路を作っていきますと。いやこれ石の方がいいな。石にしよう。石やっぱ木はね劣化しやすいですから、さすがに雨ざらしだと。ということでこの辺かな、道を舗装していくと。いやマジでねだんだんいい感じになってきたんじゃないかと。この街もねいろんな人がねやっぱ住んでますから、こんな感じで、これが一本の道ですね。そしてこっちにも同じ素材で道を作っていくと。 OK、こんな感じでさらに道を敷いていくと、交差させていくことがねやっぱいいんじゃないかということで、道をねこういう風に交差させていこう。おーいいね。ということはこうパッと見ね6店舗はできるね。ということでこっからですよね勝負は。まずはじゃあこの木の床の素材でこうして、いろんな床の素材で作りたいよね。でもあいいね。続いてが逆にこういうね小綺麗な小綺麗ボーイもねいいんじゃないかと。てかいつまで雨降ってんのこれマジで。ずっと雨降ってるよ。ちょっと撮影開始するまでね待ってみたんだけど全然止まないから、もう私撮り始めちゃいました。これは悪くないと。このレゴが悪いっす。わけわからんもん、ずっと雨降ってんの。続いては畳いいね。畳の店も作っちゃうか。もういろんな店作っちゃうんだから、スタンもねしっかり用意してますから。やっぱりこれでオッケー。畳の部屋もできて、ここは次はじゃあフロストパインにしよう。フロストパインこれですね。この真っ白な床を敷いていきますと、これねちょっと外の床と同じなんだけどさ、ちょっとだけでも似てなさそうなやつを使っていこう。似てるな。しかし似てる。オッケー。ということで現在6色の床が貼れましたね。いい感じじゃない。ここからですねやっていくことといえば、どういう感じにするかだよねマジで。ここはこういう感じでいっちゃう。いいね、いいよ。もうおしゃよ。もうこういう窓とか置いてたりして、いいですね。もうだいぶねだいぶ仕上がってきてるんじゃないかと。これでこういう窓も置いちゃうよ。こういうフェンスも設置しちゃうよ。こんぐらいにしといて、こう入りやすくね、こうしよう。おいいじゃないですか、いいじゃないですか。でここはじゃあねなんかハンバーガーとかそういう軽めのもの食べれるお店にしようかなと俺の中で今決まりました。ということでクッキングテーブルが、板か、板が欲しいんだね。なるほど、板を用意しよう。板ない。うわちょっとこれ邪魔だな。一旦ポイ捨てして、ナイス板。一旦ちょっとね、ほんでよコーナーみたいなやつ、これをうまいことね置いていこうと。いいですね、いいですね。カウンターですね。そしてやっぱり調理場がね必要になってくるということなので、穴なんかもね置いちゃったりして、でもって掃除用具置いちゃったりして、いいよ。これで店先にねこうやっぱ花瓶とかあるといいですからね、置いちゃったりして。あいいね。これお料理セット、これなんだこれ、ちょこちゃまだな。これでお料理セットを置いておくと完璧じゃないかと。そしてデコレーションをねちょいちょいしていくと、まあ、こんなもんで店の中はいいとしてね、食べる場所ですよ
ね。ということで、ちっちゃめのやつがいいよね。やっぱ軽食ですから、これね、店の外でこう気軽にね食べられるような。きすぎきすぎきも。 OK、 こんな感じでいいね。だいぶ店っぽくなってきたよ。で、椅子とかねこう並べちゃったりするわけですよね。はい、いいね。はい、完璧。店の中にこう壁掛けキャンドルとかもねあったりしまして、夜でも明るく、すごい。店員さん来た、店員さん。あとはテーブルの上にこういうの置いておこうと。でメニューがねこう並んでますよと。お、こんな感じでいいんじゃないか。おお、いいやんいいやん、もういい感じよ。屋根をつけたいんですが、これですね、屋根ちょっと僕考えてることがありまして、一旦これは後でという感じにしましょうか。そうして続いてここですね。ここは難しいですけれども、狭い土地で何ができるのかというとですね、考えつきましたと。パラソルを作ると。まずね、これは何を意味するのかと。はい、パラソルができました。いいね。さあ、こうなっているということは、ここからどうするかと。なかなかね当てるの難しいんじゃないかと思うんですけれども、こうしといて悪くないんじゃないかと。何してんだと、これ何をやってんだお前って思うかもしれないんですけど、これはねちょっとできてからのお楽しみっていうことで、住み込みでね商売してもろって、ここで働くのはお前や、お前ここで働け。ということで2つ目できたのがですね、こちら移動販売カーでございます。よくない、これ。かわいい、めちゃめちゃかわいい移動販売カーができましたね。こんな感じでなっております。うわ、いいねいいね、いいじゃないですか、おしゃれ。移動販売カーかっこ移動できないというね。さあ、ここからあと4店舗もあるんだけど、困ったなこれ。さあ、頑張っていきましょうか。4店舗残り。いや、次はもう単純なね町の酒場を作りたいと。おー、いいね、いいよ。もう出来上がってると思うよこれは。はい、素晴らしいと。ここが従業員のスペースだね。休憩するよーって場所、一番現実的今までで。こういうね、もうなんか酒だるみたいな、酒だるみたいな置いといて、もう飲め飲め言うてね、バカみたいに飲むわけですよ。やっぱり結局ね、長く愛されていくのはやっぱこういう店なのかなということで、頑張って作っていきましょう。いろんなものを置いてあるから、こういう風に。はい、ということで3軒目完成しましたね。こんな感じでめちゃくちゃ賑やかな、すごい賑やかなね居酒屋ができましたね。これはもう素晴らしいと。いいですね、3軒目できた。よし、続いて4軒目行こうか。4軒目これどうしようかな。和室だからよ、どうしたらいいかわかんないよね、これ難しいね。じゃあここはこの和室のね感じなので、侍の国のねセットを使っていきましょうか。ちゅうことで、ここはねもう高級な感じにしていこうか。もうやすやすと入れませんぜみたいな佇まいにしよう。ここはもう、ここはね外に開いてる場所なんてありませんから、こういう風にね全て閉ざして、なんか会員制の場所みたいにしようか。うわー、高そう高そう。お高いんでしょーっていう感じ出てるよこれ。こういう感じかな。入ったらありますよと。おー、いいね、高級感溢れてるよここは。こっからどうするかやね。厨房全く見せないスタイルでしょこれ。なんかよくあるじゃん、この和風なのに中ちょっと洋風なの混ざってるみたいな、そういう感じをねちょっとイメージして作っていきたいと思います。でこうやって料理出しに行くと、もう絶対来んなよっていうこう圧をねかけていくと。ここで数々ね調理が行われていると。秘密のね隠し味みたいな調味料もいっぱいね抱え込んでますと。この店は怖いと。おー、いいね、こうもう見た感じもう高そうだね。像を置いておこうと。鳥居なんかね置いちゃったりして、こうなんかあるじゃん、入る時にくぐる鳥居みたいなやつ、これをねふんだんに置いていきましょうやと、いろんなところに。おお、いい感じね、これは素晴らしい。席数もそんなにね多くないですから、こういう店はやっぱり高級感あふれさせていくと。おお、いいんじゃないか、だいぶいい感じになってきたと。よし、ということで4店舗目完成ですね。こんな感じで超高級な感じの飲食店ができましたと。うわー、いいじゃないですか。そしてこの鳥居をねくぐっていかなければいけないと。いいねいいね、さてさてやっていこう。ここもあと2店舗ですね。なかなかこれ大変やね、これ大変ですよ。ここはね通路と同じ素材ということでですね、まあ公衆トイレでいいんじゃないかと私めは考えつきましたということで、公衆トイレをね設置していきたいと思います。いや、今までねトイレなかったから、ちょっとトイレを作ろうと。さすがにトイレないのはかわいそうすぎるんで、一旦こう囲いましての、この辺真ん中からこう入れる感じにしておこうよと。ほんでもってこうね、こんな感じで入り口をね広く取っといて、はい、いいですね、こんな感じで。これ目印とかつけれないからさ、どうしたらいいもんかと。これでうちが女子トイレみたいな、わからんもんね、これどっちでもいいですこれは。はい、こんな感じでトイレを置いておくっていうぐらいだね。ツタがまたない、ツタめっちゃいるじゃん。
よし帰ってきたぞということでトイレを置いていこうと、トイレ、はい完璧ですね。トイレ出来上がり、反対側も作っていこう。シンプルトイレットを設置して壁を置いて完成ということで、トイレが完成いたしました。素晴らしい。ということで以上トイレでした。いいですね。さあということでラスト、ここのスペースですね、作っていきましょう。建築の容量にちょっと一抹の不安はありますね。これやばいですね。出てきたこのやばいですマーク、これまずいっすね。これどうしよう。ちょっとこれ思ってたことができなくなる可能性が非常に高まってきましたね。いや俺まだまだ面白いこと考えてたんですけどね、これでちょっと打ち切りになっちゃうかもしれないです。ちゅうことでじゃあやっていきますか。さあここは何が作られるでしょうかと。やばい、ここも出てくるようになっちゃった。うわマジ、これ何もできなくなっちゃう。頑張ってここだけ完成させたい。まずいことになりました。せっかく整えたのにもう何も建てられなくなってしまう恐れがあります。この村、もうここの区はですね何も建てれないかもしれませんね。非常に困ったと。やばい、ここもう何もできないじゃん。マジかよ。いやもうこれはシンプルな作りでいくしかないかということで、最後出来上がったのがですね、この煙を見てくださいよ。そう、サウナ施設を作りました。これやばくないかと。ライトもねちょっとあったらおしゃれだよね。なんとここの住人たちはですね、仕事が終わったらサウナで休むこともできちゃうよと。素晴らしい村なんですよここは。でこうカウンターを通り過ぎるとですね、まずここにねサウナ室があります。うわー暑そう、超暑そう。こんな感じでね、本当はこんなんじゃないけど、まあ疑似的にということでこういう風にやらせていただきました。でこうやってね、ここでサウナでこうチュチュチュってなったら、ここにね水風呂が結構な数置いてあるので、ここで入って、でここで整うという一連の流れをね再現いたしました。素晴らしいと、マジでこの一角めちゃくちゃいいものになったんじゃないかと個人的には思います。すごくないこれ、いいでしょう。ということで本当はもっともっとここでね追加してやっていきたいことがあるんですけど、いかんせん、じゃあ上ご覧ください。もう建築がね多いよと言われてしまったので、まあ一旦はこれ様子見ですかねって感じですね。本当はねこの上に屋根伏せて、さらにって思ったんですけど、ちょっとこれはねどうにもならなかったね。悔しいけれど、まあ、屋根だけちょっと軽く伏せていこうかなと最後にね思います。次回以降のねアップデートも考えて、上はね全部平らにしようと思ってたんで、一旦平らな感じで覆っていきたいと思います。頑張るぞー。へーい。ということでこういう感じなんですよね理想は。わかりますかねこの感じね、地下のというか隠れ家感のあるというかね、こういう感じがね本当はやりたかったんですよ。照明をちょいちょい入れていくぐらいしかもうできることないかなっていう感じですね。おーいい感じじゃない、だいぶ。ということでなんだかんだありまして6店舗すべてをね完成させることができました。お邪魔だなお前。ということで早速皆さんにお披露目していきたいと思います。この工業都市における最大の娯楽施設まで3、2、1。テレレレ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 。はい、ということでいかがでしょうか。早速ね1店舗ずつ見ていきましょうか。まず1店舗目、こちらですね、軽食ハンバーガーとかそういうものがね食べれるとこ、主にねお昼とかに行く人が多いんじゃないでしょうかっていう場所ですね。こんな感じでカウンターがありまして、メニューがありまして、でこういう風にね収納もしっかりと用意してあって、そしてね半分外部みたいな場所でお食事ができますよと。しっかり屋根もあって雨天時も対応ですと。まずこれが1店舗目ですね。これも素晴らしいと。そして2店舗目、こちらですね、移動販売車のお店ですね。ここでこれくださいってこのメニューとか見て言って、そしたらですねこの中にいる人がはいよーっつってここで作ってねこう渡すみたいな感じの移動販売車となっております。素晴らしい、これはねベストアイディアなんじゃないかと。ぜひ真似してみてください。そして後ろにはねこういう風に食べれる場所もしっかりと用意してありますと。さあ続いていきましょう。3店舗目、こちらですね、こちらはもう大衆居酒屋みたいな場所ですね。いろんな人がもうギチギチになってねお酒飲んだりする場所ということで、こんな感じでねカウンターもありまして、酒樽だったりまあねお料理する場所だったりもうたくさんありますと。こっからねもうお客さんが騒いでるのを見てると。で従業員用のねこういう倉庫もしっかりと用意してありますと。疲れたらここでこう疲れたねってやることができるという感じですね。そして続いて第4店舗目がですねここですね、和風の外装となっております。見ていきましょう。はい、ここはですねもう見るからに高級な料理屋さんとなっております。見てくださいよ、もうコース料理なんでね全て同じ器がね用意してありますと。でここはねもう立ち入り禁止ですと。料理してる姿を見せないと。でこっちがね料理してるスペースですね。ここでねしっかりと秘伝のレシピだったりねいろんな調味料とか
隠してあるんですけどね、ここで料理してであっちまでお待たせしました。茶羽ゴキブリの足でございます。やる、そういうことですよね。ということで以上4店舗目、高級な和風レストランでした。5箇所目なんですけど、ここは公衆トイレですね。もうどっちが男性か女性かはもうお好きに解釈していただいてって感じなんですけど、まあこんな感じでね、トイレがどちらにもありますね。こんな感じでしっかりと公衆トイレも用意しておりますと。そして注目の6店舗目ですよ。ここですね、このアーケード街というか、ここからはですね入ることができないと。一回ねこう道をそれて外部からね入ると、こう開けるとですねこんな感じで、あらなんだかシンプルな作りと思うかもしれませんが、僕の一押しポイントはこちらですね。デレデーン、ということでなんとサウナです。素晴らしいと、見てくださいよ、これ完璧すぎないかと。なんて完璧なサウナなんだと、こんな美しいサウナが今まであったかということでですね、こんな感じでなんとサウナが最後の店舗になります。そしてここでね温まった後にですね、この水風呂ですね。もうねサウナが一番凝りたかったのに、サウナ作り始めたら上のね注意書きが出ていってね、もうできるだけシンプルにせざるを得なかったということで、ここに扉あった方がいいかな。でここ扉開けるとこう水風呂がありまして、水風呂でねうーってした後にここで整うことができると。もう素晴らしすぎると、この施設は。俺も行きたい、こんないい施設。ということでここがね僕の村一押しのサウナとなっております。素晴らしいですねこれは。うわいいなこれ、全然いい暮らししてるやんこいつら。ということで以上の6店舗になります。皆さんもねどれか一つでも気になった、これいいなって思ったやつがあったらですね、ぜひ真似してみてください。ということでね、今回のこの動画少しでもいいな、面白いな、参考になったと思いましたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知オン、クリエイターサポート AFR もねよろしくお願いいたします。次回はねこの辺やっていこうと思ったんですけど、おそらくもうここにはね立てることができないと思うので、それが改善されるまでまた別のことをねやっていきたいと思います。ということでまた次回の100日後に帝国を作る男シリーズでお会いいたしましょう。またねー。